オリビエ・コアペルは、フランス人のコミックのアーティストである。ハウス・オブ・エム・リー・ジョン・オブ・スーパー・ヒーローズ、そうなどの作画で知られている。DC コミックスでリー・ジョン・オブ・スーパー・ヒーローズを手掛けた後、2005年1月に、マーベル・コミックスと独占契約を結ぶ。マーベルでのコアペルの初めての大きな仕事のは、2005年のブライアン・マイケル・ベンディス脚本による、 リミテッドシリーズ、ハウス・オブ・エムである。2005年8月にコアペルは、マーベルの主筆のジョー・カザーだから、未来のスーパースター・ペンシュラーになる可能性を秘めた、マーベルのアーティストのグループである、ヤング・ガンズの一人に挙げられた。ヤング・ガンズには他に、ジムチャン、デビット・フィンチ、トレバー・ヘアシン、アディ・グラノーフ、スティーブ・マクニーブンらが名を連ねている。その後コペルは7年7月より、 デーマイケル・ストラジンスキー脚本のオンゴーイングし、そうに期をされる。コアペルは2009年のストラジンスキー交番に伴って創始を離れた。2009年にはベンディス脚本のシージに参加し、さらに翌2010年にはヤング・アベンジャーズのミニシリーズ、アベンジャーズ・ザ・チルドレンズ・クルセードを手掛ける。2011年にはマット・フラクションが脚本に就任した。 そうの最初のストーリーで同志に一時復帰する。ありがとうございます。